こんにちは、整体ニコニコ仙道です。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあとに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、質問をいただきまして、ちょっと質問にお答えしていきたいんですけれども、質問がですね、長時間ちょっと運転してる時にお尻に違和感が出てきましたと。で、こういう時に、どうしたいでしょうか、なんでお尻に違和感出るんでしょうかということで、ご質問いただきましたので、そちらにですね、今日はお答えしていきたいと思います。長時間って言っても、ね、いろいろあると思うんですけども、大体は、1時間以上の運転ですね、いう時に、このお尻に違和感が出やすいということを、よく聞きますので、そういうあなたはですね、知っていただいたらいいと思いますし、あとはですね、お尻じゃなくて腰が痛いという場合もですね、結構同じような原因と同じ対処法で結構いけたりしますので、そういった人もですね、知っていただければと思います。またですね、そういうことないという人もですね、意外と知るとですね、あ、こういう座り方すると楽なんだっていうことにもつながりますし、私も実際それを今していますので、私も腰痛ではないですけども、やった方がやっぱり楽に、座れますし、姿勢もですね、より良くなりますので、そういう人もですね、知っていただければと思います。ということで、長時間運転するときにお尻が違和感が起きると。これまずですね、なんで起きるのか、原因って何なのかと言いますと、これはですね、このお尻をですね、圧迫しちゃってるんですね。このお尻の部分をですね、圧迫すると、圧迫しているつもりは多分ないと思うんですけども、圧迫が知らないないですね。圧迫しているかもしれないですね。で、そうするとですね、違和感出てきます。なんでかっていうと、圧迫されているとそこに、お尻のところにですね、でっかい神経があるんですね。座骨神経という神経がありまして、そこが圧迫されたり、その神経に、の横にあるですね、血液の流れが悪くなったりすると、その神経にも栄養がいかなくなりますので、そういった形で、神経痛みたいな形でですね、違和感というのは出てきますので、まずそのお尻を圧迫しないということが大事になります。で、圧迫しているつもりはないんですけど、意外と、圧迫しちゃってる、結果的にですね、しちゃってるってことがありますので、それがまずですね、なんで起こるかってところから説明したいんですけども、ですね、ちょっとこれ図を描きますとですね、これ車のシートだと思っていただいて、極端に描くとですね、車のシートっていうのはこんな風になってます。こんな風にヘッドレス、頭を置く部分があって、こう座る部分がちょっとここなんですね、奥のところがちょっとへっこんでるんですね。なので座ると、こんな感じになります。こんな感じですね。で、この骨盤のここがですね、ここが、後ろに、コロリンと、こんな風にですね、倒れちゃうんですね。で、倒れるとどうなるかって言ったら、さっき言ったこのお尻の筋肉、ここをですね、圧迫してしまって、そこを通ってるですね、座骨神経ですね、神経と。あと、血管を圧迫してしまうので、違和感とか、なりやすいと。あとはこういう状態が続きますと、上にはその骨盤の上には腰の部分ですね、こういったところもですね、負担かかりますので、腰がの筋肉が伸ばされて負担かかりますので、それで腰痛になったりってことが起こりますので、まずはですね、この骨盤がコロリンとならないように、座るってことが大事です。で、これをですね、具体的にやっていきますとですね、これが車のシートだとして、同じようにですね、こういうふうに座ったとします。で、座った時にですね、ここがちょっと木なんでちょっと硬いんですけど、これがですね、車の場合ちょっと凹んでるんですね。で、だから奥に座ると、こんな感じで骨盤が、コロリンと後ろにこう倒れちゃいます。ほんで、こんな感じでこう運転するというふうに、もう車のシート自体ができてますので、本来であればですね、このコロリンとせずにですね、このお尻の下にある右と左に一個ずつある座骨という骨、右と左に骨があるんですね。そこで座って、で、座った上で、ここでちゃんと体重を支えた上で、シートはちょっと、補助みたいな感じですね。で、あるというぐらいがちょうどよくて、これでこうなると、お尻のここの筋肉とですね、
まあ、背中の上の方ですね。この辺をだいぶ圧迫してしまうんで、まあ、肩こりとかもなりやすいですし、で、こっちが痛くなったりとか、腰痛くなったりとかしてきますので、ちゃんとですね、この座骨で座れるというのがとても大事になります。じゃあ、どうやって車のシートで座ってる時に座骨で座れるかと言いますとですね、ここが、凹んでますので、ここにですね、タオル、バスタオル。バスタオルがこの奥の凹んだところに、こうやって置いてあげます。手前はいらないです。奥のところに、まあ、1枚か2枚、畳んで、ここ穴埋めするんですね。穴埋めして。まあ、車によりますので、1枚でいいか2枚でいいかちょっとわからないですけど、その自分の、あなたの車の、シートに合わせて、こう埋め立てます。埋め立てて、そこに、こう座ると。そしたらですね、ほら、めっちゃ骨盤が倒れないです。これがないとですね、ちょっとこう倒れちゃうんですね。倒れちゃいます。これがあるとですね、こう倒れないです。こんな風になります。ので、後ろの方が凹んでる場合は、まずこういう風に、敷いてあげるといいです。で、敷いてあげますとお尻が上がりますので、まあ、上がると言いますか、ちゃんと平らになるので、骨盤でしっかりと座りやすくなりますので、そういう形にするとここがですね、圧迫されないです。まあ、車の場合どうしてもですね、ここが、どうしても、ちゃんとこういう座骨で座っても、この、もも裏の部分ですね。ここがどうしてもですね、ペチャッとですね、シートに当たっちゃうんですね。で、本来ここっていうのは圧迫したら良くない場所なんで、神経が流れありますので、本当はここは空いてないといけないんですけども、まあ、車のシートの場合どうしても、もう作り上ですね、もう、どうしても圧迫するようにできてしまってますので、そこはある程度仕方ないので、ですけども、やっぱりですね、その最低限ここの、このお尻の下ですね。ここはちゃんと、こういう風にですね、穴埋めをしてあげると。見えますかね？穴埋めをしてあげるという風にしてやってみてください。はい。ということでですね、どうしても、ここ穴埋めしてもある程度圧迫されますので、まあ、車運転する場合は、まあ、違和感とかなくてもですね、まあ、30分か、まあ、1時間ですね。1時間に1回ぐらいは1回車から出て、ちょっと歩いたりとか。は、してた方がいいですので、そういう風にしながらですね、ちょっと穴埋めしつつ、やってみてください。ということで、またやってみてですね、わかんないことありましたら、コメント、メッセージいただければと思います。ということで、本日も動画のとき、ありがとうございました。またこういったことを知りたい人は、チャンネル登録、お願いします。ありがとうございます。